はい、黄金世代の鼓動でございます。今日なんですけれども、引き続きフェス翼使わないフレマやっていきたいなと思います。はい、ネオチキング屋さん超強い人だ、マジで苦手はい、素晴らしいデッキなんですよね。非常に参考になるデッキなので勉強させていただきたいなと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。どうかな、どんなデッキになってんだろう。久しぶりに対戦させていただくので、どんなデッキかなと見ていきたいなと思います。はい、自分は、はい、これですね。完全南米パーに、なるほど、よろしくお願いします。素晴らしい、そうなんですね、これ素晴らしいですよ。デッキが本当に敵がマジで素晴らしい。行くぞ、負けるか。これ一発勝負してみたいですね。これでも特権ドライブパス、まあ、ここはただパスカルが見えたので、そうですね、うわ S95 たまたま金だかと思ったんですけど、パスカルが見えたので、南米のキャラクターはね、全部あれですね、自動パスカット 20% 入るので、あとあれか、ナットレーザーいたので 25% かフィールドパスを容易に、ただ技レベルが上がってるので容易にフィールドパスを避けた方がいいんですけど、さっきもフルパワーパスカットね90だったので、すげえ怖いなっていう。90はちょっと怖いっすよ。はい、今回はドリブルしないで一発目いきます。全力でもう一回シュート打てるんじゃないかと。点を取れる人がヒューが前半後半一人しかいないんで、絶対ロースコアなんですけど、俺に止められない。いや、南米染めたところのサイズめっちゃ強いんで、あーよかった。本当に力日本パンの時はもうめっちゃ苦労しました。相手が繊維をなくすまで攻めまくるんだ。ちょっと怖いです。守備頑張っていきましょう。ちょっとね、これはもう属性特権的な部分があるので、ここからですね、勝負はしっかり守備頑張っていきましょう。取りたい、取ったからのそこ空いてる、ただ誰とか言ってサイドライン付近でのパラメーター 30%、 うわ S パス、うわサイドライン付近だった。これじゃんけん勝ってもダメじゃんね、何やってもダメだわ。いや全力つくの早っ。なんで上越したから、ロベルト取られた。ライン気をつけよ、ライン気をつけよね。うまっ、あ、これドリルやつです。80の99、了解。これ抜かれてもシュートまではいけない。あ、なるほどね、ドリブルでずっと勝負します。アルゼンチンコンビ、なるほど。パスか、そうパスか移植してないんだ。これはやばい、全力ついてほしい。なるほど、間に合うかな、誰か間に合って。あ、マッチングした、ラッキー。え、打つかな。でもこれ打たれて26000、無理な気がする。打たれたら強っ、これガッ、虹は無理。わ、これどりで来るの。これが本物のフェスディアスですって。ハーク、これ無理ね。これ全力使わないし、これで全力ついてくれたらラッキーなんですけど、どうだろう。さあここでクリは間に合わない、無理か。はい、無理ですね。まあでも勝負します。キーン取れないっすね、これ多分。2段キーン、ギリギリつかなかったっすね。取って、あー G 等に基礎取れても取れないっしょ。これちょっと無理っすね、全力が違うんで。ハーフしときます。
32分間ですね。キューバしか点を取れないので、まあ、工夫して攻めなきゃいけないですね。よし、来い。バックステップ、うわ怖いな。あ、裏ちょっとラインが甘いっすね。すいません。もっとボールと友達になるんだ。クリーンカットパスだ。あ、全力が溶けたので全力全開のディアス。あ、自分やばい、これやばいんじゃない。あ、自動パスで働きました。ライン大丈夫です。でこれ前半ラストの攻撃です。止めれるかなと、ちょっともう渾身が弱くなっているのでどうかなとかなと思います。まず、あ、500は残ってたのでなんとかクリで、こういう時は銀、こういう時銀切りやすい、なんとか入ってくれるといいなと。属性があるのでなんとか入ってくれるといいんですけど。あ、捨てましたね。なるほど。はい、スタミナもあるんでだと思うんですけど、スタミナの件もあると思う。よし、ちょっと、はい、前半はこんな感じですね。はい、怖っ。いや、技レベめっちゃ上がってるわ。で後半ディアス、ディアス、あの本物のディアスがいたんでちょっと恥ずかしいから下げよう。ヒューガで立場、そう、地頭も入れてます。地頭は入れて、あ、立花兄弟ね、立花兄弟ボランチ、今日は立花見過ぎ感じ、立花兄弟をボランチにします。はい、言うてそんな変わんないっしょ。2パー下がるだけでも、これこれがいつもと違ってるから。で何がぶち抜かれたんだっけ、ディアスにこれか。まあ、ちょっともう一回勝負したいな、まあ、ここブラボは振っていかなきゃいけない対象だと思いますね。はい、お願いします。宇宙船なら任せておけ。いやー、やっぱね、ポリシーあるデッキは素敵ですよね、やっぱり。どっちに来るかな。インジビルパス、すごい。カニバサミパスカット90とか、すごい、マジですごいね。どうしようか。ディアスに来るかな。普通だったらディアスかな。自分だったらディアスにパスします。あ、ドリブルか。俺のテクニックを見せてやる。いや、でもそうすると目先を浮かすってことそれ取れちゃうんじゃない、ワンちゃん。そんな55、ただ24000。勝負だからな、多分中央エリア一番違う。うわ、弾かれる。やっぱこれ上げなきゃダメね。でも入っていくから。ごめんなさい。あ、あ、遅い。あ、いけた。セーフ。行くぞ。ちょっとギリセーフです。ピョンピョンしないと。ピョンピョンしないと。ピョンピョンしないと。ピョンピョンし、ピョンピョンしないと。だ。もうマッチされる。もうスカラバリケンで。ああ、俺、これ取れちゃうな。マッチされてもいけんのかな、どうなんだろう。行くぜ行くぜ。あ、全力がつくってことですね、多分。つきますよね、しょうがない。いい、これは無理そうだな。俺に止められないシュートなどない。ちょっと自分も全力つくまで行かないし、ここはちょっとしのいでいきたいですね。ここは怖い。リバウール、守備頑張ろう。ラインは上げよう、ライン上げよう。弾いた、マジか。マイボー、マイボー。ロフェルト前じゃないそれ。なるほど、ライン上げていこう。で、うわ、マイボー。うわ、一番渡ってほしくない人に渡った。そして全員死んでる。ちょっと待ってね、ストリー。うわ、見ました。これはちょっと無理ですね。ドリブルドリブル、これドリブルドリブルってどうなの。142、あ、無理か。頑張ろう。削ろう、頑張ろうですね。俺のテクニックが止められるか。全力つかないし。
勝負しましょう。でも勝負は二次シュートでもステーマのステーマなので勝負していきたいなと思います。よし、無理っすね。俺のテクニックが止められるか。何？よし、これつかないよね。これが入れられてからつく感じかな。これが天才ファンディアスだ。銀銀だったらワンチャンあったりしないのかな。2万6000だから。よし来い。あ、みすぎくん外したから下がってる。2490510銀勝負。あ、一回勝負してもいけますね。28分なので多分全力は最後まで。おお、マジか。止めろ、キャッチしろ。ガッチリが、ガッチリがいい、ガッチリが。なんだそれ。あ、そういうこと、そういうパターンもあるのね。なるほど。把握。あんまりこのシュート食らったことないから。了解です。で、全力ついきますかね。はい。で、これで逆転とかですね。ここ、なんか、皆さん、ラインの浅い傾向にあります。行くぞ、大空を自由に羽ばたけ。あ、自動パスか。なるほどね。こわ、リーグメダルめっちゃやってんだろ。こわ、低い低い低い希望、低い希望、低い希望、低い来た。俺が止める。そんな、ホスト率が高いのが一番ネックですよね。あ、これね、パス化であれですよね、たまに弾かれますよね。これあの補正なんかあるとないんですけど、怖いんですよね、パスカット。自分もパスカット選択します。絶対変にブロック弱いからやったらパスカットで行くようにしてます。どうかな、入ってほしいけど、お願いします。あ、うん、よかった、ありがとうございます。そんな、いや、スリートップ、スリートップ今ちょうどあの欧州カップでやってるんで、その普段ね、やっぱ3-2、3-2慣れしてるから、その分あれですよ、ちょっと気合い行くぞ。パスの感じが慣れたりして、全力つくのか。いや、ここだ。その球消えるよ、このスピードが見えるか。これで終わりですね。はい、ありがとうございます。もうね、逆属性なのにすごい、ディアスが大変だった、強い、相変わらず強いですね。はい、まあ本当に勝ったのは多分運ですね。運良かったなと思います。はい、こんな感じで、あのツイッターで募集たまにしていきますので、よかったら遊びに来てください。はい、いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。